はい、皆さんこんばんは。本日もよろしくお願いします。ということで本日は金映えがいよいよやばい、声もかすれ痩せ続けてる、金映えのつまらない配信を熱心に見てるやつらは最後を見届けようとしてるだけの底辺連中がほとんどという内容でお届けしますので、本日もよろしくお願いします。ということで本日は、まあ、金映え特集というかですね、ちょっと金映えの話をしようと思うんですけども、まあ、ゆいが事件をね、ずっと扱ってきて、まあ、その流れで、まあ、金映え自体は前から知ってたんですけども、まあ、金映えとかも実は、結構前からちょこちょこは見てたんですけども、でね、配信上でも、まあ、結構、まあ、複数でやばいよみたいな話はちょこちょこしてきたんですけども、いよいよですね、本当にやばい状況に入ってきたなっていうのが見て取れたっていうのと、あとそれをね、まあ、僕も金映えの配信自体をちょこちょこ見てたんですけど、その見てる自分も客観的に見たら、なんかすごいね、違和感というか、なんか変な気分になって、その辺の心境、心理、あと金映え自身の今の心理なんかをね、ちょっと掘り下げていこうと思ってますので、本日もよろしくお願いします。ということで、まずはご挨拶をさせていただきます。エビフライのしっぽさんこんばんは、朝日奈さんこんばんは、アーコさんこんばんは、今夜は金映えさんよろしくお願いします。天明さんこんばんは、エチュコールさんこんばんは、ポポ GDS さんこんばんは、ハナペチャさんこんばんは、クリキントンさんこんばんは、タツボウさんこんばんは、アムさんこんばんは、エッセンシャルさんこんばんは、松田優子さんこんばんは、シーマイナーさん、はじめましてですかね、こんばんは、アンクルフィッシュさん今日もよろしくお願いします。猫侍さんこんばんは、金映えさんの配信はもう見てられないね、ほんとやばいっすよ。まあまあ後で話します。福さんこんばんは、やっていいことあんじゃねーの、やじ馬、そうそう、やじ馬的なね、まあそういう話もなってきますんで、カル様の下僕さんこんばんは、遠山の金さんさん、はじめましてですかね、こんばんは、おけいさんこんばんは、高橋翼さんこんばんは、チュオンさんこんばんは、稲えのきのさんこんばんは、ネイキッドキャンパーさんこんばんは、ダボさんこんばんは、ソレロンさんこんばんは、ということですね。はい、ということで、まずね、ちょっと本題の金映えに入る前に、最初にね、皆さんにご報告がございます。今ね、アンクルフィッシュさんがおけいさんこんばんはなんてコメントを打ってるこの僕のチャンネルのモデレーターのアンクルさん、ちょっとやめてって言われたんですけど、一応ね、僕もちょっとどうしても報告したいのであえて、させていただきますけども、実はね、今まで何度かこのモデレーターのアンクルフィッシュさん、金映えさんもう一人だけでは、での生活は無理ですよ。そうそうそう、もうね、もう全身つってるよね、今。うん、で、ちょいちょいアンクルさんと、あったあったっていうね、嘘の話を散々僕結構してきたんですけども、実は、最近ですね、本当にアンクルさんと会いました。で、会ってね、ちょっと夜、ちょこっとドライブするだけだったんですけども、その時のね、写真を撮りましたので、っていうか撮ってもらったのでね、ちょっと皆さんに誇らしげにね、紹介しようと思います、最初。こちらですね。ほんとね、近所をちょこっとその辺ぐるぐるっと回ったぐらいなんですけど、アンクルさんと夜のドライブをしっぽりと大人としてね、やってきました。もちろんね、ドライブだけで特に何かあったっていうわけじゃないんですけども、アンクルさんとね、楽しい、まあどうだろう、ほんのひととき30分ぐらいだったんですけども、ドライブしてきました。もうアンクルさんね、本当に楽しそうに、してくれて、通行人恐怖それロンさん、ありがとうございます。アンクルさんの4月分の月謝です、よろしくお願いします。ソレロンさん、いつも本当にアンクルさんの代わりにお支払いいただき、本当にありがとうございます。ソレロンさん、アンクルさんの月謝に使わさせていただきます。本当にありがとうございます。アンクルさんね、まあ、この会った日、たまたまね、ちょっとね、雨、
雨が降ってて、僕の車に乗り込んだ時にすでにアンクルさんちょっと濡れてたんですけど、なんかね、学校の、緑の苔が生えた水槽みたいなね、なんとも言えないね、独特の匂いがする女性でしたね。ナンバープレートは盗まれたけど、ナンバープレートなしで行きました。代わりのね、ナンバーで。そう、楽しそうに。はい。アンクルさんね、本当に、なんだろう、全然目も合わせてくれなくて、なんか外ばっかり見てね、なんか、うん、僕は目をはな、合わせてね、話したかったんですけど、なんか照れてたのかね。ね。まあ、アンクルさん、ちょっと、まあ、ぶっちゃけ、ちょっと臭かった。なんかやっぱ服ってこう、なんていうか、濡れると、衣服って、パクタさんこんばんは、濡れると匂うじゃないですか。本来の匂いが出るというか。すっごい変な匂いしてました。まあ、ある程度覚悟はしてたんですけど、これはちょっとね、結構シートとかにも匂いがついちゃって、大変でしたね。まあそういう感じですね。臭かった。で、もう一つね、ちょっと本題もうすぐ入りますけども、構想段階なんですけども、まあ、僕のチャンネル3周年迎えて、と同時にアンクルさんもね、ほぼほぼ3年と、モデレーターをやっていただいてるんですけれども、まあ、そのアンクルさんの、3周年記念と、マイファンチャンネル3周年記念っていう合同で、アンクルさんのアメちゃんをね、ちょっと、作ろうかなっていうね、構想段階、構想がありますので、評判が良かったらね、アンクルさんの、このアメちゃんですね、作っていこうかななんて思ってますけどもね、はい。もし皆さん要望があれば、本当にやってきますので、よろしくお願いします。この間怒ったから、アンクルさんに。ああ、怒ったね、そういえばアンクルさんに。怒ったわ。まあ、ということでね、まあ、ちょっとくだらないんで、くだらないの。半魚人、そうそう。300円なら？あ、これはね、一応500円ぐらいで売ろうかなと思ってますね。そう。これでも実際本当に作れるんですよ。何？パッケージだけ、このなんかデータを送れば、そういう風に作ってくれるっていうサービスが実際本当にあるんですよ。あ、これ M&M なんで、これね、アメちゃんって言ったけど、これチョコですね。チョコ。ということで、もう早速ね、ちょっとくだらないんで本題入っていこうと思います。今日はね、ちょっと金映え特集ということで、画面の方ちょっとご覧くださいと、いうことで、まあね、ちょっと金映えといったら配信者として、まあ結構ね、有名といえば有名なんでね、あえて説明することはないとは思いますけども、まあ簡単に金映えっていう人間がね、どういう人間かっていうことだけ知らない方のためにね、説明しておきますと、金映えっていうのは配信者で、現在47歳の男になります。僕はあまりわからないんですけど、金映えさんって新八丁暴れたりする人、あ、新八丁と金映えは別人ですね。本松さんこんばんは。あ、そうそう、チロルチョコも作れる、昔作った。で、配信者で、2012年頃ですね、ニコ生で配信を始めるということなんで、そのずっとね、今まで扱ってきたユイガですね、ユイガとほぼほぼ同時期に、まあ、配信を始めた人間であります。福水すごいですね。で、なんでこの金映えが、そんなにね、有名に、そう、ひどい顔なんだよね、もう。もう肌荒れがやばい。なんでこの、金映えが配信者として、まあ、有名になったかっていうと、まあ、いわゆるね、そのヘズマリュウとかその辺の迷惑系配信者っていうのは、まあ、皆さん知ってると思うんですけども、それのまあ元祖みたいな感じで、もう結構外とかに行って、まあ、規制を上げたりとか、まあ、知らない人に絡んだりとかですね、まあ、駅のホームで暴れたりとか、秘密結社さんこんばんは。まあ、そんな感じで、まあ、本当、いわゆる、決まる街みたいなことをして目立って、まあ、有名になった男だと。で、ちょっと調べたら、一応ね、なんか前科3犯ということで、窃盗と覚醒剤と、あともう一個なんかで3つぐらいあるらしいんですよ。
で今回今日はこの金映えね、金映えの話をしていくんですけども、そんなね、まあもう配信で言ったらもう10年以上やってる、まあ、あの配信者かつまあ有名な方ではあるんですけども、そんな彼が今ですね、あの重篤な肝硬変で、まあ、生死の境をさまよっています。で肝硬変っていうのはそのいわゆるその肝臓ですね、人間の体にある肝臓の機能が損なわれるという、まあ、病気なんですよ。で肝臓ってそもそもそのなんか血液とかをね、なんか作ったりとか、あ、作るじゃねえわ、なんかきれいにするとか、なんかそういう機能があるらしいんですけども、肝硬変という病気にかかってるんですよ。でですね、ソレロンさん、あのいつも本当にありがとうございます。ちょっとこれ下げさせていただきますね。本当にありがとうございます。でこの肝硬変というのがですね、症状が進行した肝硬変患者さんの場合、まあ、3年間で10人のうち7人が亡くなるという過去のデータがあるぐらい、まあ人体に悪影響を及ぼす、まあ、病気なんですよ。まあ、原因はお酒だったりとかいろいろあるんですけども、で肝硬変、無遊病さんこんばんは。肝硬変がまあ悪くなるとね、悪化すると、まあ、肝不全、まあ、完全に機能を失うみたいな、とか、食道胃静脈瘤の破裂って言って、肝臓がその血液を、血液の血管を圧迫して血の流れが悪くなっちゃって爆発したりとか、あとその肝硬変が変異して、まあ、肝臓のがん、肝がんにもなっていくとっていう風に、まあ悪化していくんですね。でこれを放置というか、まあ、悪くなっていくと、まあ、腹水といって、まあ、お腹に水が溜まるんですよ。でお腹が本当に妊婦みたいにパンパンになっちゃうみたいなね、そんな感じなんですよ。で今この金梅がどういう状況かというと、もうかなり前からまあ水が溜まりまくって、もうお腹が本当に破裂しそうなぐらいパンパンになってるんですよ。で本来であれば、まあ、お酒もやめて、まあ、健康的な食生活だったり、治療したりとかしなきゃいけないんだけども、まあ相変わらずそのお酒を飲み続けるみたいな、そんな生活を繰り返していますね。金梅さん今ビール飲めてないの、いやいや医者にね止められてるんですけど、もう全然普通に飲んでるんですよ。覚醒剤やってたの驚き。そう、調べたらね、8年か9年ぐらい前に捕まってましたね。体内水分が腹水となり、抜くと体内水分バランス崩れる。そうそうそう、まあ、医学的なことはね僕はあんまり詳しくないんですけど、まあ良くないですよ、肝臓がもう体に出ちゃう、見た目に出ちゃってるから。みさんさんこんばんは。肝臓壊れてるのに薬飲んでも効かない。そう、一応ね何度かこの金梅最近のね状況は、まあ腹水が溜まって妊婦みたいになってるんですけど、まあ救急車で運ばれたりとか、あと自分で自ら病院に行ったりとか、まあなんとか、まあ結局まともな治療をねどうやらね受けてる様子はないんですよ。で本当に放置しちゃダメなのに放置して、自分が本当に苦しくなった時だけ病院行くとか救急車呼ぶみたいな、そういうギリギリの生活をしてますね今。この辺みんな歯ないけど金梅は、あ、金梅はありますね。エミタロも腹水で入院した。そうそうそう、エミタロもね腹水で。ケイトさんこんばんは。おへそに絆創膏貼ってた。そう、貼ってました。で、この腹水で、まあ、お腹がパンパンになっちゃって苦しくなると、まあ、それも配信でやってたんですけど、なんかお腹になんか針かなんかを刺して、そのお腹に溜まった水を抜くみたいな。しかもその量が 1.5 リットルとか2リットルとか、半端ない量のその腹水というものを抜いて、まあ、ちょっと楽にするみたいな。そんなことをやってますね。腎不全なら透析あるが、肝不全なら治療ない。あ、そうなんすか。それは知らなかったですね。そう、痩せちゃった。そう。で、これ、お腹がパンパンになってるから、気づかなかったんだけど、もう他の部分ですね。もう肩周りとか腕とか足とか、もうどんどん痩せ細ってってるんですよ。もう足とかおじいちゃんみたいになっちゃってるんですね。で、もう肌もすごく荒れてるしっていう。
もうお酒飲んでない、今日言われて飲むわけないだろうって怒ってたって言っても飲んでるから長生きそうそうしないんですよ。でこの肝硬変で有名人で言うと、あの林葉直子って、あの女流のね将棋の棋士ご存知だと思うんですけど、あの方も肝硬変で、まあでもあの方はちゃんとお酒もやめて治療して、まあ治ったというかね復帰したんですけども、まあ、林葉直子もね結構肝硬変に苦しんで、もう容姿とかも変わっちゃってすごかったんですけど、まあ見た感じね、一応あと金梅はなんか医者の方からね余命1年なんて言われてるという状況ですね。薬抜いたら体力減る、うん、もうなんか食事もまともに取れてないっぽいし、飲み物とかでもその何か買ってきて家まで運ぶのも大変だったりとか、入院して、あ、なんか入院、そうそう、入退院繰り返してるんですよね。3日4日みたいな、うん、そんな感じなんですよ。そう。まあ、で、まあ、そんな、この状況なんですよ。この配信者の金梅っていうのが。で、当の本人は、まあ、肝硬変の、まあ、非常に悪い状況にもかかわらず、まあ、お酒飲んだりしてる。要は、本人は X でもよくつぶやいてるんですけど、そう、思想がやばいんで、もう、本当に顔がやばいんですよ。うん、で、本人はもう死んでもいいと。ね。何？苦しんだりとか、痛い思いをしないんだったら死んでもいいっていうね。で、そういう発言自体は、結構もうこういう病気になる前からも、結構死にたいし、死んでもいいみたいなことを言ってて、で、今もね、なんかそういう、まあ、強がりなのか本音なのかわからないけども、まあそういう、まあ、ある意味破天荒というかね、そんなことをやってるわけなんですよ。うん。腹水何回も抜いてますね。うん。食道にガンできて手術する。あ、そうなの？うん。まあでも本当にね、まあ要は金梅は末期は末期なんですよ。で、ちょっとね、この金梅について、まあこのね、右側に書いてあるんですけど、まあ、不幸な再起を迎えた、あるいは迎える配信者の特徴みたいなものと、まあ、すごくね似てるという話をこの後するんですけど、その前に、まあ、結構ね金梅は配信だったりツイートとかでね、すごいまあいろんなコメントだったりとか発言をしてるんですけど、そういうのを見てると本当にね、典型的な、反応を示してるわけなんですよ。で、その説明をね、ちょっと先にしようと思うんですね。で、典型的な反応っていうのは何のことかというと、この受容プロセスっていう言葉があるんですけど、まあ、人間が、何か障害を負ったりとか、大きな病気をかかった時には、大体同じような反応を示すらしいんですよ。で、結構前から、金梅を見てると、もうその通りの反応、発言だったりとか、態度だったりとか、そういう感じで、もうありがちな反応を、まあ、示してるわけなんですね。なんで、ちょっと今日は、まあ、不幸なね、再起を迎える特徴が金梅にもあるよっていう話の前に、今、金梅が、実際にね、その発言したりとか、言ったりし、書いてる、してることは、まあ、本当に、そういう病気を患った人の典型的な反応、症状だっていうね、その説明をしていきたいと思いますね。コンクミニガイと、金ちゃんひどい顔ね。そうそうそう。もう本当に顔もね、なんか、もともと、こう、肌が綺麗な方じゃなかったんだけど、最近はもう、お風呂入ったり、もう日常生活、要は QQL ですよね。うん、QQL がもう著しく下がってるから、で、一人暮らししてるでしょ。だからね、まあまあ、まあまあ、それはそれとして、そう、興味深い話、そうそう、今日ね、ちょっと受容プロセスっていう話をしていくんですけど、人間が、例えば、なんか事故かなんかで、障害を負ったりとか、あるいは重い病気にかかった時っていうのは、まあ、こういう反応の手順を踏むっていう流れがあるらしいんですよ。で、それがこちらですね。
まずね、まず人が大きな病気だったりとか、その障害を負っちゃうと、まず最初に反応として出てくるのが避妊っていう行動が出るらしいんですよ。でそれは何かっていうと、ここに書いてある通りなんですけど、大きなね、その病気だったりとか障害に対して大きな衝撃を受けるわけなんですよ。でもその否認するまだ段階なんですね、最初は。仮にそうだとしても自分は助かるのではないかといった部分的否認の形を取る場合があるみたいな感じで、まだその自分の身に起きてることが受け入れてられない状況の反応を最初にまず示すらしいんですよ。だからそんなわけないとか、俺がそんな病気になるわけがないとか抗うわけなんですね、否認の段階を捨て。で金梅に関してはもうこの否認はとっくに過ぎてます。でその否認を終えると、次にどういう人間として反応が出てくるかっていうと、怒りが出てくるらしいんですよ。でそれ何かっていうと、なぜ自分がこんな目に遭うのかという怒りを、周囲に向ける段階、金梅はもうここもとっくに過ぎてます。怒りですね。怒りの最初は現実を受け入れられなくて、そんなわけない、俺が病気のわけない、例えば足がなんか障害を負っちゃったら、いやそんな歩けなくなることはないみたいな否認から、若干ちょっと受け入れつつも、それに対しての怒りが出るっていう第2段階に入るらしいんですよ。でそうすると次に、人間としてね、どういう反応が出てくるかっていうと、今度取引っていう段階があるらしいんですよ。でこれは何かっていうと、回復への取引の段階、要は神様的なね、神頼みですよ。要は非科学的なものに頼っちゃうみたいなね、そういうことなんですよ。金梅なんかはこの 1,2,3 のあたりはもうとっくに過ぎてると。でこの人間が大きな障害を負ったりとか大きな病気を患った時に、こういうふうに 1,2,3 っていうステップをどうも踏むらしいんですよね。神様なんとかって言ってた、ああなるほどね、でそれが過ぎると、実際自分の身に起きてることは本当だと。バンバンムームーさん、ありがとうございます。人間には運命があるのです。そうなんです。これはね、そう、これもね、非常によく言う、こういう言葉を言う人はたくさんいるんだけど、ものすごくね、これ深い意味なんですよ。人間には運命があるっていうのは、これはね、また後で説明しますけど、これは知的需要っていう段階なんですよ。これに当てはめると。達観する段階ってステップもあるらしいんですよね。そう。バンバンムームーさん、いつも本当にありがとうございます。で、この1,2,3を過ぎると、次どういう症状が人間に起きるかというと、抗うつ、うつ状態に入ってくるんですね。で、取引ね、そういう非科学的な神頼みやったって、現実はもうどうしようもないという自分のこう受け入れるみたいな段階になって、無駄だと認識すると。で運命に無力を感じ、抗うつに襲われる段階、全てに絶望を感じ、段階的に部分的悲観のプロセスへと移行すると。なんでね、俺は結構ね、金梅とかのツイートとかもはね、見てたり配信見てると、金梅は今もうこの4か5あたりに来てるような気がするんですよね。ちょっと不謹慎だけど興味深く面白いためになる話。そう、でこの抗うつ状態を抜けるとですね、需要っていうね、もう全てを受け入れる段階になってくるんですよ。ちょっとしたらもう金梅は5と4行ったり来てる、行ったり来たりしてるかもしれませんけども、この 1,2,3,4 を超えると部分的悲観と並行し、失病を受容する段階、最終的に受け入れるが希望も捨てきれない場合もある。受容の後半に突然全てを誘った下脱の境地が現れる。だからこんな感じなんですよね、今金梅ってすごい達観したような感じなんですよ。希望ともきっぱり別れを告げ、疾患需要に至ると。でこういう今ね、金梅は4と5、1,2,3は過ぎて4と5を行ったり来てるっていうのは、その下の図を見ていただければ分かるように、この自分の感情ってやっぱ揺れ動くわけなんですよ。だから金梅のツイートとか見てても、俺は別に死ぬのは怖くないって言ったと思えば、すごい不安を吐露したりとか、
まあ、本当にねもう典型的にこういう症状が出てるわけなんですよね。こういうアップダウンっていうんですかね、感情の、うん、何かって思ってる。精神的にもそう、きつい、うん、きついよ。すべてに対して、うん、何これね。まあでこれをねさらにね細かく、あでこのね 1,2,3,4,5 の出現率みたいなやつもあるらしいんですよ。でそれがねこちらになりますね。バンバムームーさん、いつも本当にありがとうございます。ちょっとこれ下げさせていただきますね。いつも本当にありがとうございます。これねより細かく、今のね受容段階とか抗うつ段階っていうのを、まあ、細分化して、さらにいつ具体的にどういう時期に現れるか、そのパーセンテージを表した表なんですよ。だからこれねこれを見てたら分かるんですけど、例えば、まあ、一番上の衝撃ですね。例えば病気をこう言われた時、自分病気だったり自分のこの見た目的に分かった時、その衝撃っていうのは、発生時にもうぐっとしなもうで発生時に一番まあ、発生時はまだ自分の自己診断なんで分からないんですけど、この告知時に一番衝撃を受けるわけなんです。87っていう感じでね。で闘病期間、手術、闘病期間、再発で、このターミナル期っていうのはもうこれ末期のことなんですよ。なんでいわゆるこのターミナル期になると、まあ自分のその病気とかそういった障害に対してまあ驚きは少なくなるみたいな、このね数字が高いところを見ていけば、このいかにこの人間の心がこう揺れ動くかというのがわかるわけなんですよね、うん、で一番下を見てほしいんですよね。僕はこの希望の部分ですよね。そう、希望意外と高い。そう、希望ってやっぱり人間っていくら口でねどうのこうの言ってても絶対失わないんですよね、人間っていうのは、うん、いうのがねすごくわかるということなんですよね。そう、だから上から説明すると、まあ、衝撃っていうのは、まあ、自分の身に起きたことの驚きですよね。で抵抗っていうのが、まあ、それに抗うということですよ、うん、そんなわけないと。でそれを過ぎると、まあ、不安だったりとか恐怖に苛まされるわけなんですよね。で抗うつ状態になって、でそこを過ぎると今度ね感謝っていう段階もあるらしいんですよ。そのこういう病気になったことでその健康であることがいかに大切だったことが分かったみたいな、そういう感謝の気持ちも、この特にね感謝の気持ちを見ていただければ分かるように、こう最後に向かえば向かうほど感謝の気持ちが高まっていくもんならしいんですよね、うん、まああと知的需要、そして共存、体得的需要で消化というふうになってくる。まあそれぞれのまあパーセンテージっていう、消化っていうのは何だっけな、まあちょっとね忘れちゃったんですけど、まあこんな感じで、まあそういう大きなね病気とかそういう障害を負った時は、もう揺れ動く人の心みたいな、そしてそのタイミングだったりとか、うん、だから一見ねこの金梅とかの発言とかツイートを見てると、なんかいろいろね見方はあると思うんだけど、まあやっぱりこのありがちな反応をこう示してると、うん、いうのがまあ見て取れるということなん、そうね、今そうターミナルですよね、うん、だから結構悲観的じゃないな、金梅はもう死んでもいいみたいな口ではあんなこと言ってるけど、やっぱりね生への執着というか希望っていうのは絶対失ってないっていう、うん、っていうのがまあ分かると、マジでこれなってね、うん、今日のテーマいいですね。行動が当てはまっていて、さらにパーセンテージで見ると、そうだ、これを見て分析すると、まあ金梅の本当の気持ちが見えてくる、うん、言ってることをやってることだけじゃないね、本当のところがまあ見えてくるということなんですよね。ともにゃんこんばんは。
自分だったらどうだろう、やりたいことまだいっぱいあるのに余命宣告されたら、再発時希望少ない。ああそうね、そうそうそう、それはだってそうよ、だってその手術して治ったと思ったら要は再発またかみたいな感じですからね、一瞬希望を失っちゃうみたいなね。現実になったら受け入れられるんかな、老いてしまえば諦める前に地方になるから大丈夫、私はもう受け入れております。現実受け入れて整理するには時間が必要ですね。そう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 。ねえ。今日こんなになっちゃって悲しいみたいなこと言っててらしくないから引いた。あ、それはだから本当にこのあれですよ。気持ちが、結局ね、この右下の、あ、これじゃないわ。これか。右下のグラフのように、やっぱりどうしてもね、揺れ動くんですよね。だからこのグラフが上に来てるときは別に痛かったり苦しい思いしなければ死んでもいいみたいなことを言うときで、下になってくるときはやっぱ鬱のときですよね、弱音を吐くときですよね、今の私には到底あ、バンバンムームーさん、あ、深いですね、ありがとうございます。親より先立つ人間は親不幸者です。まあこれもね、そうですね、まあちょっとこれ何とも言えないけど、なんだろうな、まあ自分のね、何か原因じゃないところだったらね、あんまり言えないところはありますけど、そういうなんか自分のやんちゃだったりとか、そういうのでね、親より先にってなっちゃうと、やっぱ確かに親不幸かもしれませんね。そう思いますね。これ見ちゃうと突然失われる命って残酷。ビール飲んでたのは不安恐怖から逃れるため。まああとそのまあそれもあるだろうし、怖がってないよっていう、まあ配信者だからそういうアピールも入ってるんでしょうね。私も親不孝になるのか。まあとにかくね、そのまあこんな感じでね、人が、まあ、大病だったりとか、まあ、大きな怪我とかをした時にこういう心理の揺れ動きがあるというところで、まあ、ちょっと最初の方にね、まあ、戻るんですけども、ルナさんこんばんは。こういうね、ちょっと金梅もそうだけど、まあ、不幸なね再起を、まあ、迎えた、まあ、右下に写真載せてあるんですけど、まあ、うなちゃんまん、ゆいがもそうなんですけど、迎える配信者の特徴がね、すごくね、すごく共通点が多いなっていうのが、まあちょっと見てて僕は思ったわけなんですよ。で、それどういうね、こういう、まあ、不幸な再起を迎えた、迎えるであろう配信者の特徴ってどういうのがあるのかなって、共通点、結構なんかこういうの見てて、なんかみんな似たような感じに見えたから、何かなってピックアップしてみたら、まあ、まずね、共通してるのが無職。ね。で、また共通してるのが孤立している。ね。それ孤立してるっていうのは、まあ、いわゆるその、まあ、それが身内だったりとか友達とかでもそうなんですけど、孤立してる人ね。で、堕落的な生活をしてるやつ。で、全員共通してるのが独身。で、さらに収入が安定していない。もしくはお金がない。で、家がない、もしくはボロい家に住んでいるっていう、全員だから、金梅とかも最近見てて分かったんだけど、あれ結構広い家に住んでるなと思ったら、あれ単なるアングルだって アングルだけだったんですよ。金梅も今なんか、ちょっと前にね、なんか女の子に
数百万の指輪買ったみたいなことも言ってたけど、まあ普段はもうほんと6畳1間みたいなとこに住んでる。まあ、ボロいかどうかわかんないけど、狭い家に住んでるというように、もうみんなを総じてね、不幸な再起を迎えた人、迎えるであろう配信者って、みんな共通してるんですよね。死にそうで苦しくても配信を続けるのはどんな心理状態なんだろう。それはやっぱり多分孤独死を避けたいっていうのもあると思うな。酒は毒、前澤は飲むの、僕は飲まないですね。今日も40分ほどツイキャスしてた。仕事もしねえで人を卑下し続けながら叫び立ってりゃそんなもんでしょう。だけどこうもね、こんな特にこの金映えうなゆいがめちゃくちゃ似てるんですよね。驚くほど似てますね、この3人は。あ、240万の指輪か。一言でまとめたらダメ人間。ああ、そうね。結局まあ無職だったり堕落的な生活をしてるから収入が安定してないとか、まあ家がないボロい家に住んでるってことになっちゃいますからね。親との関係が薄いのかも。だからこういうさ、ゆいがもそうだけど、うなちゃんマンもそうだったけど、なんかこう親子関係とか身内のこの関係性の薄さをすごいやっぱ感じるじゃないですか、見てても。そこも特徴なんですよね。でちょっとね、弱いから、人間的にね、それもあるでしょうね。ダメすぎて配信しかできなかったのよ。あー、なるほど。普通の仕事ができないからっていうことですか。まあ、それもあるかもしれないね。で、ここに、まあ、ちょっと一番右にね、ちょっと小山さんのね、似顔絵も僕は載せちゃったんですけど、僕はそうは思ってないけど、こういう3人と、実は小山さんも結構ね、まあ、もちろん、全く一緒じゃないんですけど、似てるところが結構あるなって思っちゃって、こういうのを箇条書きしてるときに。そうだって言ってるわけじゃないんだけど、一歩間違ったら、まあ、この3人と小山さんは全然違うんだけど、一歩間違ったらね、例えば人物紹介で小山さんってこう当てはまるわけなんですよ。だから本当にね、まあちょっとうまく言えないけど、そんな感じですよ。ユイガだけは殺人。そう。まあ、ユイガだけ殺人だけど、まあ、ユイガだって、まあ、結局、こういう無職で孤立してて、堕落的な生活、独身、収入が安定してないとか特徴を備えてるから、まあ、仮にユイガ事件が起きてなかったとしても、まあ、うなちゃんマンみたいにね、晩年はうなちゃんマンなんかも随分孤立してたっぽいから、だって、うなちゃんマンってあれでしょ？亡くなってるとこ発見されたぐらい、やっぱ、ま、社会と孤立してるっていうかね、状況だったわけじゃないですか。小学校、中学校の環境で決まってしまったのかも。人に対してネガティブワードばかり発してたら波動も歪んで、体も壊れやすくなる。もう波動とか言ってる時点でこいつやべえな。コンクミも追いかけてる。あー、近藤もそうね。無職。まあ、今孤立、まあでも孤立といえば孤立だよね。配信上での付き合いはあるっぽいけど、実際私生活は全然だからね。堕落的な生活、独身、収入、本当だ。あ、でも家がないとか、ボロくはないじゃないですか。近藤はまだ。で、ここの一番下の部分が崩れたら、まあ、予備軍だよね。金映えゆいが、うなちゃんマンの。近藤も。
配信者は他の配信も熱心に見るからかなりネット依存もある。あーなるほどね、ネット中心の生活っていうことですよね。俺メンタル強いよ、何度もどん底味わってるから。やっぱそういう地獄を見た男は強いって言いますからね。なんで自分をねぎらわないんだろうって思うの。お酒の飲みすぎも惰性な生活も自分を痛めつける行為に見える。だから自分に甘いんだよね結局。自分に甘いから自分をこうやっぱ律することができないというか、そういうところなんですよね。そこはこう自分に甘いっていうのはもう金映えもうなちゃんまんもゆいがも共通してるじゃないですか。予言になったりしてこう、だから体がむくんで皮膚から水が出ちゃう。あ、腹水は。なるほどね。コンクミは後を追いかける。まあそうね、コンクミもまあ今はあれだけど、この先どうなるか分かんないからね。孤独死ね。幼少期から周囲に溶け込むのがうまくできなかったのが大人になっても、あーそれあるね。確かに金映えもなんかもともと学生時代いじめられてたとかいう話だから、うなちゃんマンなんかも絶対いじめられっ子だよね、背ちっちゃいし。ゆいがはどうかわかんないけど、金映えとうなちゃんマンはなんかそういう世渡りというか、そういうのがうまくできない人だったっぽいよね。コンクミ情けないから嫌い。ファイダーうるせえんだよ。じゃあお前に漢字の問題出すぞ。いちいちお前読み間違いをさ、いちいち言ってくんじゃねえよお前。じゃあお前問題出してやるから解けよ。じゃったらな、偉そうに。何が怠惰だよ。おい、問題出してやるよ。じゃあお前解いてみろよ。お前人に物を言える、教えられるぐらいわかんだろ。お前わかんのか。なあお前、今から俺が出せるやつ解けるんか。教えてあげては聞いてねえんだよお前に。なあ、なんでお前が教えるみたいな立場を取んだよ。なあ、何が教えてあげただよ。お前教えれる身分なのかよおめえは。なあどうなんだよ。なあ何が教えるで。あ、バンバンムームさんありがとうございます。まえちゃん親しみやすいから好きです。変態みたい、分かってますよ。バンバンムームさんいつも本当にありがとうございます。バンバンムームさんありがとうございます。ネタじゃねえんだよこっちは。もういちいちさ、こうやってなんかおし鬱陶しいんだよな。教えてあげたでしょうじゃねえんだよてめえ。気持ち悪いんだよお前な。お前が人に物を教えるような人間なのかよ。その前にまずな、あのこういうなんだろうな、間違いの指摘する人間ってあの嫌われるらしいよ。お前嫌われ者だろな。私の米の漢字を間違えたから教えたか聞いてねえんだよってね。もうお前ブロックだよ。もう永久ブロック。いや落ち着かねえやもん俺。こういういやいや冷静になってられねえからこっちは。なあもうこういうやついるんだよお前。自分はさ、あの予測変換で分かってるさ、なんかもうあの分かってるからあれだけどさ、じゃあお前俺が問題出したらお前解けんのかよ。落ち着けられるかよこんなのよ。チャンマンは喋りがうまかったね確かに。なあお前じゃあ出してやるからな、ググってわかんねえような問題出してやるから読めよ。なあいや荒ぶりたいわけじゃねえから
うん、嫌われ者ね。なあ、お前まずじゃあ上がってこいよ。なあ、お前そこだと、そこでこ、あの、そこにいるとさ、お前はググれるから。なあ。上がってこいよ、お前。お前目の前で問題でパッと答えろだ。じゃあ。おい。パターンは増えてねえけど、聞いてねえこといちいちのこのこ何を教えてあげただよ、お前。なあ。いいから上がってこいよ、お前。なあ。ゆいがとかうなちゃんのブロックゲーパクってないよ。上がるのが筋だよ、だから。こっちの身になるよ。誰もいねえのに一人で喋ってんだから、こっちはよ。上がってこいよ。怠慢で喋ろうや。なあ。お前はさ、その、読み方を教えてあげたじゃなくて、その中に純粋にさ、いいよ、上がんない、上がらないよってか、お前が上がってくるなんて思ってねえよ、最初から。お前は純粋に、ね、あ、この人は本当に、教えようとかね、いう気持ちが純度 100% だったら俺はわかる。でもお前みたいなやつは、そういうのに加えて、こう自分は、なんかこう、そういうのわかるよっていうアピールもちょっと匂うんだよ、お前みたいなやつは。おい、挽回がよ、なめんじゃねえぞ、お前、本当に。イライラしてんだよ、昨日、どんずべりしたから。おい。調子飲んじゃねえよ、お前。何がそれはないね、ないねで。あるんだよ。俺があるっつったらあるんだよ、お前。おい。いや、だからとりあえず、教える気持ち純度、だから本当に相手のためを思ってみたいな。でもこいつはもうアピールが、感じるんだよ、お前からは。なあ、お前からはもうそういういやらし、人間のいやらしさ、浅ましさ、そういうのが感じるから、イラつくんだよ、お前みたいなやつは。なあ。教えて、だいたいそもそも教えてあげたってなんでお前が上から目線なんで。おい。昨日の話はすんじゃねえよ。昨日ドンズベリだよ、バカ野郎。プレミア会員ありますよ。うん。あ、今日は人多い、いや、多い、うん、そうね、多い。うん。だけど、でもね、今日はね、また、戻っていただいてね、すごい本当にありがたいなと思ってるんですけど、実はね、昨日、なかったことにしたいんですけど、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、聞いてほしいんですけど、盛大にこけたんですよ、昨日。バンバンバンムーム様、いつもいつも本当にありがとうございます。バンバンムーム様、俺もそのうち上がりたい。もうバンバンムーム様、もうお好きな時、お好きなタイミング、いつでも上がってきてください。あのバンバンムーム様のために、ふかふかのカーペットと一人掛けの高級ソファーを用意してお待ちしておりますので、いつでも本当にタイミングとか考える必要ないですから、本当によし上がってやるかとか、そういうお気持ち持たれたとき、いつでも上がって、もう上がっていただいたら、もう僕も嬉しいですので、バンバンムーム様、ぜひ、ご検討して、いつでも本当に気兼ねなく上がってください。本当にありがとうございます。昨日、前澤に挨拶だけした？うん。あ、で、昨日、本当に恥ずかしい話、本当、もう過去一こけたんですよ。過去一こけて、でも、すごい、ショックはショックなんですよ。ね。すごいショックな気持ちと同時に、ちょっとね、
自分の気持ちを問いかけたら、ちょっとホッとしてる自分もいたんですよ。なんか、本当にこれ強がりでも何でもなくて、本当に、あ、これで気楽にできるみたいな、ちょっとすごいね、悔しいんですけど、悔しいがほとんどなんだけど、1割ぐらい、ホッとしてる自分を見つけちゃったんですよね。なんか、あ、これで安心、ホッと、ゆっくりできるみたいな。やっぱ今まではどうしても、配信やってる以上、こう、たくさんの人に見てもらうんだったら、それなりの内容をやらなきゃいけないとか、まあ、それがね、プレッシャーにもなってたわけなんですよ。え ?GGG001 さん、あ、大変失礼しました。一番右下の円マークがあると思うんですよ。円マークをポチッと押していただいて、とりあえず右にガンとやってください、まず。で、送信するっていうテスト、一回テストやってください、テスト。テストだったらまだ送れないんで、テスト段階だったら。まず、円マークを押して、右に、とにかくこのバーが出てくるんで、それをとにかく右に思いっきりやるんですよ。そうするとなんか、赤くなってくるんで、でもそれは、ただ、表示上だけなんで、気にせず、ちょっと一回ちょっとパッと押してもらえれば、まだテスト段階なんでね、大丈夫なんで。はい、配信者と大変というかね、不思議な感情を持ちましたね、昨日は。すっげえホッとしちゃった。ダメなんだけどね、そんな風に思っちゃったら。やっぱ緊張感持ってやらないと。肩の荷が下りたっていうかね、そういう、本当にドンズベったから、それだったらもうゆっくり、もうまったりやろうみたいな。悟りというかね。あ、平場さん、頑張ってください。前澤さんは面白い。ありがとうございます。あ、001さん。これ嘘だな。もういいよ、お前は。お前はやらないやつだよ、絶対。もう分かった。見切った。お前はもう、一般会員だよ、もう。そう言って、もう分かんだよ、お前。そんなこと言って俺がぬか喜びするとでも思ったか。え?おい。本当に。俺は騙されねえよ。もう伊達に3年やってねえからよ。これ大体こういう、いちいち聞いてくるやつは、口だけなんで。もう分かってんだよ、こっちは。危ねえとこだったよ。ちょっと前の俺だったらもう、飛び上がれるほど喜んでたわ。まあ、そういうことなんですよ。まあ、ちょっと、昨日の話は触れてほしくないっていうのがあるんですよね。正直。ショックだったし、危ない、釣られかけたね、まあちょっと話は戻しますけども、 S6 ちゃんね、可愛いですよ、はい、まあという感じでね、この配信者というかね、あ、バンバンムームーさん、本当たびたびありがとうございます。まえちゃん、マジ面白いよ。ありがとうございます、バンバンムームさん。もう本当にね、バンバンムームさんのような偉大な人間に、ギャラクシーな偉大な人間に、そういう風に、評価していただけるっていうのが、もうこの上ない僕にとっての喜び。It's my pleasure なんで、本当にありがとうございます、バンバンムームさん。本当にいつでも上がってくださいね。今日は人間の本質チャンネルだね。そうだからね、ちょっとまあ金梅の話の続きでね、前澤の情緒が、いや情緒は安定してるよ、そう、この要は不幸な再起をまあ迎えたっていうのは、まあ、うなちゃんマンだったりゆいがなんだけど、まあ迎えるっていう意味でちょっと金梅の話をしてるんだけど、あろうことかね、小山さんも、まあ一緒にはできないけど当てはまっちゃってるっていうところがあってね、あるんですよね、安定した人格破綻者、お前人見る目あんのかな、お前は人を見る目があんのか、
分かったようなこと言ってるけど、なあ、お前身の程を知れって言葉知ってるか？おい、身の程を知れっていう言葉知ってんのか？お前はな、あのバンバムムー様と同じじゃねえんだからな。偉そうに人を評価すんじゃねえよ、おめえみたいなやつが。なあ、いくらでもねえくせによ、お前。なあ、お前なんぼのもんなんだよ。なあ、お前は人を評価する人間じゃねえから。な、この問題を救済できるのは安楽死。そうそう、ああ、そうそう、そうそう、本題っていうか、話、今日言いたかったことは、でもそんな金映えの配信ね、まあ、ぶっちゃけ、配信、まあ、結ヶ事件と並行して、僕、金映えの配信を、まあ、本当にわずかですけど、見てるんだけど、まあ、ぶっちゃけね、あくまで俺の感じたことなんだけど、クソつまんないんですよ、配信自体は。でも、やっぱりその、名前のある、まあ、要は、金梅だから、同じことを言ってても、金梅が言ってるっていうことで、まあ、有名配信者だから、そこにまあ、当然価値はあるんだろうけど、純粋に言ってることとか、誰が言ってるとか省いてね、言ってる内容とか、その配信を見てても、もう全然面白くないんですよ。で、それでも、金梅の配信って結構見られてるわけなんですよ。で、俺はなんでこのつまんねえの？まあ、いくら、その、有名配信者の金梅がやってるっていうフィルターがあるとはいえ、なんで見られてるのかっていうふうに考えたら、恐ろしいことに気づいちゃったんですよね。知り合いが金を返してくれない。どうしたらいいですか？あ、無言の時間ね。そうそう、生活の配信みたいな。そうそうそう。だから、まあ、あれは金梅、まあ、いわゆる過去の貯金みたいな感じですよね。でも、普通に考えたら面白くないわけですよ。長い時間見れるとかね。まあまあ、そうなんだけど、でもそれでも、まあ、この、一時期の低迷期を出して、ちょっとこう、最近見られ始めてるのは、恐ろしいこと気づいたっていうのは、金梅の、この人間のね、怖さを見たんですけど、金梅の最後をね、見てやろうっていうね、そういうね、気持ちの底辺どもがほとんどなんじゃないかって、俺思っちゃったんですよね。なんか人の不幸は蜜の味じゃないけど、そういう心理で見てるやつが、なんか多い気がしたんですよね。あ、そうそう。でね、人の不幸を楽しんでるような人間を、なんて言ったんだっけな、心理学的に、脳科学者のね、中野なんとかっていう人が言ってたんだけど、基本的にはね、もう妬みから生まれるものなんだけど、そういうものは。あ、その通りでね、でしょ？こういう人間もいるわけよ。こういう人間って、やっぱりこの妬み？金梅に対して妬みとか、自尊心が低い人間らしいんですよね。そこも、そういう風に見てる人たちの心の心理もあって、最初は妬みから入るらしいんですよ。妬みで、そういう妬んでる相手が、まあ、自分の立ち位置が低いって自覚してない、しててもしてなく、してないやつもいるんだけど、してればいいんだけど、そういう自分の妬みの対象が自分の立場まで落ちてくるのが、に快感を得るらしいんですよ、そういう連中は。そうそう、女の中の信子。あ、おめえじゃねえかよ。昔から可愛いなと思って見てる。だからそういう人間がね、いやらしい。で、その応援してる人もさ、だって、結局今のさ、金梅にお金渡したって、余計なことにしか使わないじゃん。もうそのお酒だったりとかさ。それが果たして本当に金梅のためを思ってのことなのかなとかさ、本当に金梅のことを心の底から思う人間だったら、例えばお金を渡したりとかはしないはずなんですよね。いや、底辺の底辺は分かりますよ。見てたら。
まあ、上見たら自分が恵まれてないと思うから、そうだからそういう感じで、あんな金杯でもやっぱりバカにしてるようで、実はやっぱそうやって妬みとかがあって、そんなやつがこう落ちぶれてくっていうのがだんだん自分に近づいてくような感じで、そこに快感を得るみたいなね、そういうね、人間、そういうこうサイコパスというか、それがね、すごい不快感っていうのかな。コンクミさんも唇黒くなるときある？あ、そうなんですか。だね、そうですよね。だってさ、自分の例えば身内とかを考えてください。身内が例えばああいう状況だったらさ、でお金得たらその酒飲んじゃうとかさ、分かってたらさ、それだったらもう病院連れてくとかさ、そういうことするはずじゃないですか。そうさもしい心理なんですよ、本当に。金梅さんの好きな食べ物を作って送ってあげれば、まあまあまあ、そういうのもそうだし、それもいいよね。私ならそうする。だから本当だったら、もう金梅だったらもうお金なくして、それこそ生活保護に落ちて、そういうお酒飲みたくても飲めなくなって、で治療に専念するみたいな方が、実は体的には金梅にとってはそっちの方がいいんだよね。下を見ろ、私がいる。だからそういう、まあ、そういう応援する人たちも、それは本当に応援する気持ちで応援してるだろうけど、でも結果的にその応援が実は金梅にとってはいいことになってないケースもあると思うんですよね。金梅さんは料理がうまかったですね。ああ、そうなんだ。料理配信とかもやってたんですね。まあ、今もう料理どころじゃないよ。だって、アマゾンとかの荷物を運ぶだけでも歯入ってるし、家の中、部屋の中で、ね、ちょっと行き来するだけで息が荒れるんですよ。すごい、本当に体力落ちてるよ。多分それも肝硬変のせいだと思うんだよね。腹水だからご飯食べられない。で、痩せてく。でも腹は膨らむ。とか、なんかそういう、あれなんですよね。腹水溜まって肝硬変になると、よっぽどその薬的なものを入れないと、こう、アンバランスな状態っていうのかな。食べたいけど食べられないでしょ。栄養取れないでしょ。で、痩せてくでしょ。で、水分取りすぎると腹水溜まるでしょっていう、なんか、良くない状況らしいんですよ、どうも。どうやら。そう、緩和ケア、そう、だからそういうところに入って、本当に治さないと、肝硬変ね、ここに書いてある通り、本当に死亡率も結構高いんですよ。だから本当に治すというか、本当にするんだったらね、やっぱそう、やった方がいいですよね。配信を見てあげることがなんでいい？配信を見てあげるのがいいのよって言うけど、それ配信を見てあげることがなんで良くなるかちょっと説明してほしい。なんか送られて迷惑だから捨てたって言ってた。ああ、なんか体にいい漢方薬とか。身内からの移植とかは無理なのか。肝硬変って移植できるんだ。紅麹ってあれじゃない？問題になってるやつだよね。肝硬変、そう治るんだけど、いや俺もよく分かんなくて、なんか肝臓移植、あでも確かに肝臓移植って聞いたことあるから、なんだっけな、なんか動物かなんかの肝臓かなんかも使えるみたいな、将来的には聞いたことあんな。配信者は配信で再起を迎えようとする説がある。
それだってさ、こんだけ昨日かなんかもうさっき結構前のコメントであったけど、体調悪くて配信やめたらしいんですよ。で、本当の最後って配信なんかやってられないと思うんだよね。で、絶対このまま行ったら金杯後悔するから。なんか、まあ、変なさ、配信者としてのプライドを見せてんのかな。わかんないけど。悲しい話だが、今生きてることが奇跡だと思う。ああ、そうなの？じゃあ、よっぽどひどいんだ。金杯、今の状況。ああ。まあ、ひどいよね。もう明らかに見るからにもおかしいからね。入院する頻度も、期間が短くなってるし、結局、複数短期入院して、複数抜いたりとか、なんかいろんな治療やっても、で家に戻ってきても、またすぐ悪くなってるみたいな、そのスパンが短くなってってるんですよね。腎臓は移植できる。あ、そうなの？なんでも移植、心臓もできるもんね、確か。あ、肝硬変は治んない。落ち着くだけっぽい。あ、そうなんだ。さっき言った、その、女流将棋家の林葉直子も、まあ、その肝硬変で治ったけど、もう人相がえぐいから、変わりようが。肝硬変の症状の特徴として、激痩せするっていうね、ありますよね。あ、豚か。緩和ケアは、最後の場所、最後の最後です。家の母親はきっちり2ヶ月で行きました。肝臓がん末期は治らん。だからこの肝硬変だって、肝不全、あと胃、静脈瘤の破裂、あと肝がんって発展するらしいからね。腹水溜まるまでの肝硬変はもう長くない。あ、そうなんだ、やっぱり。葬儀代も信用できる配信者に渡して盛大に見送ってくれってお願いしてたはず。あ、そうなんだ。じゃあ本当にあれだね、身内で頼る人もいないんだね、金杯って。肝臓は1個だけだから。あ、配信は命かけるものじゃない。いや、ほんとそうだよ。で、うなちゃんマンだって、晩年は本当に、まあ、なんだろう、惨めというか、そんなんだよ。亡くなって2日ぐらい発見されなかったんですよね。結構配信者ってコラボとかやってるから、なんか友達がいるように見るけど、別にそんな友達でも何でもないから、やっぱり最後は孤独に死んでくっていう人が、うなちゃんマンしかりね。なんか金杯もそうなりそう。知り合いの人が死ぬ一歩手前の肝硬変で治りました。その後お酒は一滴も飲めないって言ってました。まあ、そういうふうにちゃんとさ、医者が言うように、ま、ね、食生活とか、生活態度とか改めて治療したら、そういうこともあるってことですよね。マジで金杯横たわって水飲んだりするだけじゃん。そう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 、そうなんですよ。水。そうね。最後見とるは、お母さんと和解、あ、お母さんと喧嘩してるんだ、金杯は。だから頼れないってところなんだね。まあでも頼れないっていうのと、あと多分お母さんも結構高齢だから、やっぱそういう今の自分の状況をして心配かけたくないとかさ、息子としてさ、そういうのはあるんじゃないかな。あ、やから先輩ね。やから先輩もそうだね。辛いと思うな。
ウナは溶けてた？え、溶けはしないでしょ。死後2日ぐらいでしょ、確か。肝硬変で友人は30代で2人、父は40。マジか。肝硬変ってアルコールだけなんですか、原因。なんか遺伝とか生活要因とかもやっぱありますよね、絶対。なんだったらアルコール飲む人全員になっちゃうから、原因は何なんだろうね、そもそも。うなちゃんマン亡くなる前やたらありがとうありがとうって言ってた。あー、感謝期ですよね。もう里見も助けてくれないのかな、あれだけ暴力振るわれたら無理かな。あー、それあれですよね、なんか配信上で、あ、それだ、3回目の逮捕ですよね、多分。なんか殴ったかなんかで、あれ、それツバニャンだっけ、誰だっけな、なんか殴ってましたよね、配信上で。うん、お母さんと絶縁したって言ってました。ああ、そうなんだ。え、金梅ほんと天涯孤独だね、めちゃくちゃ孤独じゃん。孤独死ありえるよ。やからは見れなくなった。うん、やからはね、ほんと昔を知ってるともう見る影なくなっちゃったんですよね。あー、わかる。誰かのために生き抜くっていうことが、そう、いわゆるそのね、守るべきものだったりとか、そういうのですよね。うなちゃんマンは50ちょっとじゃない、確か。うん、確かそうだよね。あ、バンバンムームーさん、ありがとうございます。貴重なメッセージいただきました。どんなに苦しくても前向きに生きよう、リスナーに幸あれ、ということで、バンバンムームーさんから非常にね、ありがたいお言葉いただきました。バンバンムームーさん、ありがとうございます。そうね、やっぱ前向きですよね、気持ち大事ですよね。なんか気持ちがなくなったらもう人間じゃなくなるみたいなね。あ、内藤さんもね、内藤さんも多分肝臓悪いんじゃない、あれ。なんか肝臓悪くなる人って顔色悪いよね、なんか。本当に辛いのは本人なんだろうけど、やっぱり見ていて辛くなる。そうで、今見てる人たちの中でさ、やっぱり本当にさっき言ったように人の最後を 見届けてやろうみたいな、そういう嫌な気持ちで見てるやつって絶対一定数いるんだよね。あ、ツバニャンの前がサトミね。チャンマンも人相変わり果ててました。そうね、脳梗塞かなんかですよね。ろれつ回ってなかったしね、最後。近藤敦也さん、こんばんは。今は真央ちゃんっていう人がたまに面倒を見てくれてるような、そうその真央ちゃんっていう子に、俺、その真央ちゃんって誰なんですか。指輪送った子ですよね、何百万のハリー・ウィンストンの。あの子誰なんですか。絶対そのさ、何百万のこんな状況の金梅から何百万の今後さ、治療費でお金かかるかもしれないとかいう相手からさ、指輪もらえる子でしょ。絶対最後面倒見ないよね、普通もらわないだろ、そんな人から。俺も天涯まあバンバンムームーさんには皆さんと僕がいますよ。今日もバンバンムームーさんが無事寝れますようにってお祈りしてきましたよ、神社で。なので最近体調がすこぶるいいはずですよ、バンバンムームーさん。毎日祈ってますから、僕。賽銭箱に100円玉入れて。50歳から45歳、あ、そう。就職氷河期って言われてる世代ですよね。
ごもっともですね。気の持ちようは大切。その通りですね。安楽死について考えちゃう。安楽死も、安楽死はちょっと簡単に語れないな。あ、経済評論家の森永卓郎も一気にガリガリ。あの人はガンですよね、確か。小学生からのリスナー、真央ちゃんはもともと深夜と付き合ってました。ああ、そうなんだ。ほんとそう、私もこの間通院の時に肝硬変に突入しているって言われた。顔色もめっちゃ悪い。免疫が原因。ああ、そうなんだ。やっぱり肝臓があると顔色悪くなるもんなんだね。あ、で、免疫が、あ、なるほどね。原因の肝疾患なんだ。ええー。やっぱりアルコールが直接的な原因というよりも、免疫機能に何かしらの問題が起きて、そこから肝硬変になるってことね。で、アルコール飲まなくてもなり得る病気ってこと？急性肝炎で入院したけど、めちゃくちゃしんどかったから、それの倍だと思う。ああ。肝炎って痛いんだ。健康診断やってますよ、ちゃんと。真央ちゃんは、自称小学生の金梅の支援者。あ、そうなの？あ、そうなんだ。あの指輪の経緯何なんですかね？なんでその真央ちゃんって子、そんな数百万の指輪もらったか分かる方いませんか？日本は安楽死無理だね。なんかね、安楽死って、なんだっけな、なんか、ね、1回か2回見たけどね、なんでダメだ、日本がなんでダメかっていう理屈があったんですよ、確か。なんだっけな、なんか生存権に違反するからダメなのかな、日本は。確か。憲法の。確かそうだった。憲法で保障されてる生存権というものがあるから、日本で安楽死かなんかを認めるには、その憲法自体を変えなきゃ認められないとか、なんかそんなようなのを見たな。あ、スイスね。そうそうそう。日本人でもなんかスイスで、なんかやってた人がいて、テレビで特集ありましたよね。あ、日本でもあったね、そういえば。日本でもあった。それで医者が逮捕されてましたよね、そういえば。なんだっけ、それは殺人教唆かな？なんかわかんないけど、結構重い罪で。で、本来だったら刑務所に入るまでの罪じゃなかったんだけど、その医者、まあ、要は結局、その患者の依頼で、なんかそういう安楽死の薬を注入したんだけど、そこに至るまで1回の診断で、その聞き取り不足とか、患者からのね、患者の、本意とか、そういったものを十分に尽くしてなかったとかいう理由で、なんか罪が重くなってたんですよね、日本のケースは。家族にとっては辛い選択。そうなんですよ。でもそのね、スイスかなんかで、安楽死を選んだ方は、その筋ジストロフィーかなんかの、その筋力が衰えるみたいなやつで、なんか辛いからっていうのを言ってたんですけど、で、その亡くなる直前になんかすごい医者とかにもありがとうとか言ってて、難しいですよ、その、そういうのってやっぱ想像しかできないですからね。ああ、やっぱり憲法で安楽死できないんだ。やっぱそうだよね。あ、石ペンさん、ありがとうございます。石ペンさん、お茶代いただきます。いつもいつも本当にありがとうございます、石ペンさん。本当に感謝します。ありがとうございます。
その前、その割に死刑があるって矛盾。確かに。薬やサプリで肝臓がアレルギーを起こして肝炎を起こすみたい。ああ、なるほどね。肝炎を起こしてそれが何かで肝硬変になる場合もあるのかな。金梅さんもスイス行きたいって言ってたけど、簡単な英語を話せないといけないから自分にはハードル高いって言ってました。あ、結構金梅って昔からなんか死にたい死にたい、自分の人生は無駄だったみたいなこと言ってて、そういう起死燃料っていうの、そういうの強い人ですよね。本当かどうかわかんないけど。いずれにせよね、金梅の人生考えるとね、悲しくなるね。本当はこんな風に生きたかったはずじゃないはずなんだよね、絶対に。でもどっかで多分結構諦めちゃったっていうのがあるのかなとか見てて思うね。希望を失ったっていうか。で、そういう希望を失うのもさ、やっぱその人本人だけじゃなくてさ、周りの環境だったりさ、社会とかさ、いろんな要素があるわけじゃないですか。で、一概に金梅が全部悪いっていうとも言い切れないし、でもそういう同じような条件でみんなやっててさ、それでも頑張る人もいるし、で、元々の人間性としてだらしないとか自分に甘いとかそういう要素もあっただろうしとか、まあ、ちょっと難しいね。映えって入れ墨入ってる。あ、入ってますね。あの腕に。トライバルかなんか。今時話せなくても通訳アプリあるじゃん。確かに。どうなんだろう。スイスのその安楽死って、そのまあまあ、例えば通話とか、会話とかはアプリとかでできたとしても、多分すんげえとんでもなくお金かかったりとか、いろいろ他にも問題あるのかもしれない。あと、この前そのね、テレビでやってた日本人は言ってたけど、なんかそういう、いきなり日本人、あの外国人がパッと言って死にたいですって言って、なんかよくわかんないですよね、その手順っていうか。その人、これこれチャンネルに出てた人、マオのこと、ちょっと、わかんない。あ、今のわかんないのは俺のせいだから。ちょっと時差でわかんなくなっちゃった。でも、金梅さんのおかげでお酒の飲み方とか健康について見直した人もいると思う。あ、反面教師っていうことで。そんな、そんないいもんじゃないでしょ。俺を反面、なんか、たまたまそういう受け取る側がいいように捉えてるだけで、本人そんなこと考えてないと思うけどな。亡くなるの分かってるなら、苦しませるのは辛い。そう。生活、そうなんだよな。難しいよね。お金がいったらやっぱりお酒飲んじゃう人があるからね。あ、ものすごく厳しい審査がある。あ、やっぱそうだよね。そんな簡単にね、認めないよね、絶対。あ、審査があるって見た。200、あ、金額的には200万ぐらいなんだ。なんかそういうのって、その、なんだろう、仲介者っていうか、なんて言うんだっけ、それ。モデレーターじゃなくて、コーディネーター。そうそう、コーディネーターみたいな人が間、なんか挟んでうまくやるもんじゃないの、そういうのって。辛い闘病を考えると、安楽死認めてほしい気持ちになる。そうそうそう。結局、安楽死問題って、絶対議論です。二つに分かれますよね。
でもちろん目線もさ、当事者目線もあるし、第三者目線でも考えて、それでもそれぞれ二分するからね、すごい割れますよねこれは。何回かカウンセリングするね、海外は医療費べらぼうに高い。そうそうそう、海外、そうあれです、あ、それ保険制度、社会保険制度のせいですよね、海外保険高いのは。日本は随分その国民に優しいですよ、国民皆保険制度作ったりとか、そういうのってあのなんだろう、親的な法律じゃないですか、それ困るだろうからっていうことでね、そういう制度を作ったわけだから、安楽死ね、僕はねその安楽死についてねそんなに深く考えたことはないんだけど、直感的にはやっぱり安楽死は僕はどっちかっていうと反対側ですね、なんとなくやっぱり人のまあその賛成側の人はなんか死ぬ権利とかそのなんかいろいろ理由はあるのは分かるんだけど、なんかそのやっぱりその自らの意思でっていうところにすごい抵抗心が生まれちゃいますね、そんなに考えずに今言ってますけど、すごいすごい抵抗感がありますね。苦しませるって言うけど女に暴力振るって泣かせてきた男だからあまり同情できない、そうそう、まあ、いろんな相当なことやってきましたからね、金梅は。そうだ、さっき言ったそういう金梅に対して妬みを持ってる人たちがそうやって落ちてく様を、まあ、見てそういう感じで見てるっていう人もいれば、その自分と同じ目線に立ってたけどもそういう人が下がってくっていうので喜びを感じるっていう人もなんかね、いろいろどっちにしろ人がこう落ちてくっていうか、そういうのをなんだろう喜ぶみたいな、それは人間誰でもそれはあるらしいんですけど、それが極端にあのそういう気持ちを極端に強い人が見てる人が多いっていう、キャッチアップさんこんばんは。28歳でスイスで安楽死した人が死ぬ前にこれこれチャンネルでいろいろ話してた。ああ、まあですか。生命維持装置外した家族は無罪判決だった。まあ、それも多分いろんなそこの背景にいろいろあるだろうから、生命維持装置を単純に外しちゃったら別に一律に無罪にはならないと思いますよ。多分いろんな事情があったと思うんですよね、その無罪判決の時は。日本は会社において労働者を簡単に解雇できないというのも考え方によっては優しい国。そう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 、日本って結構本当に年金だってそうだよね、ある意味余計なお世話っちゃ余計なお世話だけど、その国家として国民が将来あの働かなくなったりとか働けなくなった時のためにやってくれてるわけだから、思考能力なくなったら死んでもいいかな、そうだから安楽死とかでも死にたいって言ってる人を止める権利がさ、じゃあ誰にあるのかっていうのがさ、まあ考えるべきことね、ちょっとねいっぱいあるよね、安楽死は。でも安楽死をテーマにちょっと考えてみたいな。それぞれやっぱりいろんな立場の人がいて、いろんなやっぱり考え方あるだろうかな。
そういうの聞いてみたいなっていうのはちょっと今思ったな。デリケートね。そう。すごいデリケート、うん。死にたくないから死にたいって言って、そう。だから、金梅に関しては、絶対、死にたいとなんて思ってないと思うよ、俺は。この、本当に最初に見せた、単純に、こういうバイオリズムっていうの？上がったり下がったりっていうのを繰り返してるだけの、段階だと思うよね、金梅は、うん。安楽死って尊厳の問題でもあるからね。まあ、尊厳の問題もあるかもしれないですね。うん、苦しんで生まれてこないから、最後は苦しんでいく。死にたい、生きたいに聞こえ、そう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 。そうそう、それそれ。行きたいに聞こえるね。うん。そう。いや、ほんとそう。あんなの全然絶対言ってる言葉と、ま、本心は違うよね。金梅は。だって、その、金梅の肝硬変だって 100% もう治らないとかじゃないんでしょ？ちゃんとすれば可能性っていうかさ、あるだろうからさ。生きているからこそ言える死にたい。コロンブスの卵みたいなこと言いますね。諦めてはいけない。金梅の場合はとんでもないことばかりしてたから罰が当たったんだ。まあそう言われてもしょうがないぐらいな、結構なことやってきましたよね、確かに金梅って。でこうなってさ、こうみんながこう急に優しくなるみたいな、それも本当に心配してる人もまあもちろんいるだろうけど、絶対そういうなんかね、嫌な気持ちで、心ね、もう、すごい気持ち悪いな、説明できないけど。痛いのが嫌だ。あ、そうか、肝硬変は治らないんだったね、そういえば。そう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 。あそこまで行くとっていうか、なんかそもそも、そもそも肝硬変って治らない、共存しなきゃいけない、症状らしいですね。どうやら。ちょっと医学的なことなんで俺わからないんですけど、そうやって言ってる人が多かったから、そうかもしれないですね。里見もツバニャももっと辛かったと思う。私は、金梅って結構狡猾な人間だと思ってるから遠巻きに見てる。何お前振り仮名打ってんだよお前。なあ。調子乗んなよお前。なあ。なんだよこの狡猾っていやらしくわざわざ読みを書いてるやつお前。舐めてんのか？おい。舐めてんのかお前。なんなんだよこの読み方いちいち書いてるやつは。お前おい。ダメんじゃねえぞお前。何なんだよ。説明してみろよ。なんでわざわざ振り仮名打って。おい。ちょっと笑って。今笑ったのは思い出し笑いで。てめえ舐めてんのかお前。なあ、なんだ、どういうつもりで。逆にかっこ悪いじゃねえかてめえ。なあ。舐めんなよあんまり。確か去年の段階で余命宣告、そうそう、1年ってね、言われてるらしいっすよ。へえ、読めるんだじゃねえんだよ、てめえ。な。だから、お前、物知らねえくせに、物知らねえやつが、人に物事教えようとすんなっつうの、お前。
なあ、さっきのやつもそうだけど、お前。年金制度払わない若い人多いらしい。なるほどね。いや、本当に。狭山っぽく、いや、狭山っぽかったっていうか、狭山の真似して言ってたから。漢字が苦手じゃねえよ。なあ、決めつけんね。な、逆に、そうやって、教えてあげてるっていう、まあそれは嘘なんだけど、喜びを与えてるっていう高等なゲームをしてんだよ。なあ、わかんねえのかお前、そんなこともよ。舐めんじゃねえぞ、お前。あめ舐めてます？たくさん舐めてください。はい。金梅さんは腹水になってもお酒、そうそうそう。だからそういう、あれよ、その、豪気な男を演じてる？あ、そう、そうだよ。コメント流れるから細かい。そう言って、なんでお前いいやつじゃないか、お前。そういうふうに、敬って言えば、もうそれは俺もわかるよ。お前、物言い知ってるな。そうなんだよ、お前。お前、ちょっと気に入ったな。その言い回しは面白いわ。それいいよ。お前あれだよ。多分そう、社会でもそれなりだよ。ね、やっぱ一律で教えてあげたんだよみたいなこと言うとさ、言われた方もやっぱ何が教えてやったとなるけどさ、なかなかお前はできる男で、うん、エンタメだからね。はい、そうなんですよ、うん、そう、仕事できそう。そうそう、できるやつは大体そうだよ。やっぱ相手に恥かかさないから。映えって配信外だと全然喋らないみたい。近藤が言ってたね、グランド。ああ、そうなんだ。あ、やっぱだから配信だからってことで、もはやもうタレントみたいなもんでさ、金梅を演じてるってことかな。じゃあ、うーん、有能だね、マジで。言い方が有能だった。うん、金梅の親も観光編。そうね、ごますりタイプとも言えますね、うん、読みやすいように配慮、素敵です。でも親もっていうか、そもそも肝硬変って遺伝とか、遺伝的要素もあるとかも、まあ全然わかんないな。ここにお医者様いらっしゃいませんか？詳しいとかじゃなくて、お医者様。いたら教えてください。言っている仕事ですよ。一平は通訳とね、一平ね、あいつ本当に余計なことしてくれましたよね、マジで。大谷が全く悪くなかったとしてもさ、もうそういう問題を起こすこと自体もう論外だよ、もう一平は、うん、親と食生活とか似ちゃうから同じ病気。ああ、そう、多分そういう感じじゃないですか。やっぱカエルの子はカエルってそういうとこもつながるかもしれませんね。なるほどな。じゃあ俺も今日ね、今日の俺の夜ご飯なんですけど、昨日ずっこけたから飲めないお酒ちょっと俺飲んでね、ちょっとストレス発散したんですけど、こんな生活してたらダメだな、俺も。俺もやっぱね、人の振り見て我が振り直せじゃないけど、直そう、ちょっと野菜取ろ。やばい、うん、そうそう、だからなんかね、酔いたかったんですよ。うん。酔いたい気分だったんですよね。
今日。ストロングかぶったやっぱストロングね、グイッと。ね。おいしいですよ。あの、焼きそば、カップ焼きそばに、コロッケと、あと、唐揚げ。で、これ、まだ、あの、この後の事後は見せてない、撮ってないけど、この後ソースたっぷりかけてるから。いや、おいしい、何が汚いんだ、おいしいんだよ。いや、これ、バカにするけど、美味しいから、本当に。一回真似してほしい。でも、確かに茶色だな。あ、でも、この焼きそば、この後、あの、パウダーみたいな海苔小袋で入ってたから、俺、それで緑取ったかな、ちゃんと。うん。ありがとうございます。バンバンムムさん、本当に優しすぎる。本当にありがとうございます。バンバンムムさん、本当にいつもいつもありがとうございます。じゃあ明日はここにウインナー刺しますね。バンバンムムさん、ありがとうございます。明日はこの焼きそばにコロッケ、唐揚げ、ソーセージ入れます。しょぼすぎマジっすか。肝硬変は遺伝的要素ある。自己免疫性肝炎から肝硬変の移行をすれば。あ、そうなんだ、遺伝的要素あるんだ。あ、青のり、そうそう、青のり、そう、青のりだ、緑の、そうそう、青のりって言うんだ。いや、ストロングはうつ病になるっていうか、こうクッとこれを飲むと頭がシャキーンとしてね、最高だよ、これ。無病さん、ありがとうございます。でも結局こういうのが、そうなんですよ。この濃いソース味の、ね、コロッケとか焼きそばに、このストロングゼロの、もう、シュワシュワーっていうのがね、もうたまんないんですよ、これ。はい。本当に最高ですよ。この、ドロドロソースに炭酸アルコールのこのハーモニー、シュワーとドローのハーモニーが最高なんですよ、これ。そうなんだよ。結局そうなんですよ。なんかこんなジャンクフードなんてバカにする人いるけど、結局みんな大好きなんですよね。美味しい。まあ、これにコーラだったら小山さんになっちゃうかな。そう。だから、まあ、ストロングゼロ、無糖、ドライ、サントリーの。一応、糖分取りすぎ良くないから、そこは気を使ってますよ。無糖にして。あ、ノンアルじゃないですよ。あの、アルコール 9% 入ってますんで。はい。一応、そうそう、無糖なんですよ。だから、健康には一応気をつけてるんで、俺も。結構この焼きそばとこのファミマのコロッケとあと冷凍の唐揚げ、このパッケージで1000カロリー。強亀さん、強亀さん、ありがとうございます。酒だ、酒持ってこいっていうね。いや本当に強亀さん、本当にありがとうございます。明日も、じゃあもう明日もストロングゼロ、焼きそば、コロッケ、唐揚げ、ソーセージ。その後ね、イカの塩辛混ぜてね、食べたいと思います。ありがとうございます。やっぱね、なんだかんだ言ってね、しょっぱいのがうまいんすよ。最高っす。もうこの後もう、岩塩とか食っても美味しいかもしれないな。やっぱ味が濃いの美味しいもんね。どう考えても。高見さん、ありがとうございます。わかりました。明日はもう無糖やめます。加糖にします。この、ストロングゼロ無糖じゃなくて、ストロングゼロ加糖と、あと
レモンサワー追加して。てか今気づいたんですけど、俺を殺そうとしてます皆さん。こんなの前に作ってたら死ぬだろうが。舐めてんのか？俺を殺しにかかってるだろこれ。おい、そういうことか、今気づいたわ。俺を金映えとかうなちゃんマンみたいにさせようって気か。気づいた。危ねえ危ねえ、騙されるとこだった。もう明日はもういいよ、明日は和食食べるよ。ムカついた。危ねえ、これ俺殺されるとこだったや。こういうことか、こうやって殺されるんだ。危ねえ、助かった。これでこんな2日連続でこんなん食ってたら死ぬとこだったや。危ねえ、間違えてる。いや、ティースペーさん完全に殺しに来てるじゃないですか。ティースペーさんストロングライト。じゃあ明日はあのもうピザーラのチーズのピザ。あ、バンバンムームーさんありがとうございます。まえちゃん人徳ですね、楽しいです、ありがとうございます。これもういいや、死のかな。もう明日はじゃあもうピザーラの L サイズももう頼みますよ。あ、でもね、あの青キーズピザにあの具が何も乗ってなくて、あのチーズだけのあるんですよ。で4種類のチーズがてんこ盛りに乗ってる ピザがあるんですけど、それマジでうまいんですよ。それ食べよう。とどめだねこれ。完全にとどめですねこれ。いやでもやっぱ皆様のね行為は無駄にできないから、俺ちょっと明日、じゃあ明日一人パーティーしますよ。 UFO なら野菜も入ってる、ほんの、あ、そうそう、キャベツね入ってますよね。料理しますよ普段僕。スパイシーソーセージにローステッドポテト20本。 あれうまそうだ。俺見せたっけ、あのピザだけ、あのチーズだけのやつ。あれもチーズ好きたまんないですよ。もう俺もピザとかって余計な具いらないんですよ。もうチーズが食べたいときはあの青キーズピザのあのチーズだけのやつ。野菜はね、野菜は玉ねぎは食べますね。玉ねぎのスライス、あの玉ねぎを薄く切ったやつあるじゃないですか。あれは玉ねぎは食べますよね。そこにあのごまだれのドレッシングたっぷりかけて。でもそれね、玉ねぎが美味しくて食べてるっていうより、あのごまだれが食べたくて玉ねぎをしょうがないから食べてるっていう感じです。カップ焼きそばはもう何週かして、今はペヤングになってますね。何週かしてますね。ピザハットのパクチーのやばいやつ食べてる。俺パクチー食べたことないんですよね。パクチーどんな味するんだろう。みんなやばいやばいって言うけど、わからないんですよパクチー。玉ねぎは血液サラサラね。そうそうそう、玉ねぎはね、生の玉ねぎを薄くスライスして食べても美味しいし、焼いてもね甘くなって美味しいですよね、焼肉とかで。トラックでウーバー頼みたい。追いつかないですよ俺。ソースは全部絡めますね、もちろん。なんなら2箱買って1箱に2箱分のソースを絡めるぐらい濃厚なやつが好きですね。ピザの生地はもう、あ、これもね、その気分ですね、その時の。なんか熱いのが食べたい時は熱いの頼むし、あのペラペラのクリスピーがいい時はもうどっちでもいけますね俺は。そう、パクチーね想像つかない、食べたことないから味が。あ、ペヤングに納豆ぶち込むと美味しい。俺納豆食べれないんですよね。あ、パクチーカメムシなんだ。その、でもね、カメムシの匂いがわからないから、もうちょっとわかりやすい、ので教えてほしいな。残った麺は、あれなんですよ、ビックリマンシールシステムですね。ビックリマンシールでもシールだけもらって、中のウエハース捨てる、そういう、システム。
だから2箱買って1箱の麺は捨てる。そういうシステム。あ、超、いや、超大盛りじゃなくて、1個ですね。小食なんで。はい。そんな感じですね。うん。いやー。大量、あ、だからね、俺、東南アジア系の料理とか、だから、なんだっけ、チキンライスか。あ、てか、もう、東南アジアの料理全部嫌いなんですよ。あの、チキンライスあるじゃないですか。あの、東南アジアで有名なご飯に、上にチキン乗ってる。で、あれ写真見て美味しそうだなって思って、一回食べたんですけど、もうゴミ箱の匂いがして、全然食べれなかったぐらい、ああいう東南アジア系のね、どこの料理も食べられないですね、俺。わかります？そう、あの、チキンライス、こんな臭いの食えねえと思っちゃったんですよね。マジでゴミ箱の匂いでしたよ。いや、マジで。本場シンガポールで食べたんですよ、俺。屋台のね、チキンライス美味しいよっていうことで。もう臭すぎて食えねえ、あんなの。あ、じゃあパクチー苦、あ、ダメなんだ。そういう人は無理だ。あ、癖、ね、強いよね。なんか写真で見ると美味しそうだから、しかも有名な屋台有名なんですよ。で、そこで行ったらびっくりした、臭すぎて。だから、チキンライスでも、日本人の舌に合うように作ったものじゃないと、あれ、多分合わないと思うよ、日本人。どう考えても臭いから。俺、だから、一回ゴミ箱に捨てたやつを、そっからすくって持ってんのかなっていうぐらい、半端なかったから、匂いが。吐きそうだったもん。そう、そうね、カレーとかも、本場のインドカレー脇が臭いし。あれ無理でしょ。もう、それがいいんだっていう人もいるけど、まず一口目が入んないもんね。ま、っていうか店に入れないから、臭くて。あ、そう、ココナッツミルクゲームダメ。わかるわかる。うん。そう、パクチーってなんか独特のね、有名なやつがあるんですよ。葉っぱみたいなやつが。基本的に俺もう緑色してたら食べないから。どうせまずいから。あ、焼きそば、あ、確かに。焼きそばソース高いでいいよ。捨てることなかったわ。そうだ、そうだ。隠し味で魚を腐らせた醤油で、あ、だから臭いんだ。あ、台湾の夜店は美味しかった。マジっすか。まあ、じゃあそこは美味しかったかもしれないけど、俺が行ったところは、とにかくゴミ箱の中で2日ぐらい発酵させたご飯に、これまた臭いチキンを乗せて、もう匂い、もう本当に、やばかったな、あれは。あ、バジル大好き。俺カルパッチョが好きなんで、バジルは大好きですね。カルパッチョ系全部好きなんですよ、俺。うん、あ、なんか、海外の料理特集もいいな、これ。なんか皆さん詳しいっすね。ラッシーだけ頼みました。あ、その魚の醤油？それ臭いんだ。そもそもそれが。あ、その匂いなんだ。あの生ゴミみたいな匂いは。バジルやばい。あの、俺ね、カルパッチョの上にかけてあるなんか謎のソース。あれがうまいっすよね。この間それ家で作ったけどうまかった。あ、カルパッチョ。そう、俺カルパッチョの、てかカルパッチョの、あれソースが食べたくて注文するみたいな感じになってるから。あれがペロペロ舐めたいんですよね、俺。美味しいから。そう、バジルは OK ですね。海外行くと日本が一番と思っちゃう。そうそう。やっぱ日本食って繊細だし、やっぱ、盛り付けとかをさ、やっぱいいっすよね、日本は。日本料理は。あ、バジルソース。そうそうそう、バジルソース。あれたまんないよね。
あと最近知ったんだけど、塩キャベツ、皆さん知ってますかね。あの塩キャベツっていうのがあるんですけど、あれ死ぬほどうまいっすよ。あのなんか塩キャベツにかかってるタレがびっくりするぐらいうまいんですよ。なあれ、うん、初めて食べてびっくりした。なんだっけな、あったんですよ。そのただの塩じゃなくて、独特の、なんつうんかな。間違えた。チョレギサラダ。俺、チョレギサラダ、本当に初めて最近食べて、うまさにびっくりしたんですよ。そう、チョレギサラダのあの塩だれ。やばいっすね、あれ。マジでうまいっすよ。すげえ人生損してたなと思ったんですよ。だからもう、チョレギって書いてあったから、どうせまずいだろうなと思って食べてこなかったんですけど、最近食べてね、その美味しさにびっくりしたんですよね、チョレギサラダ。タレ、そう。チョレギはマジでうまい。もっと早く食べときゃよかった。やっぱ食わず嫌いって良くないですよね。食べ物特集いいですよね。串行ったら出る？串ってなんですか？うまいっすよね、チョレギサラダ。チョレギサラダいいな。いや、あのね、とりあえずそういう何々特集系は大々的にはこっそりやりますんで、こっそり準備してやります。なんか大々的にそのテーマを一つに絞って特集、もうちょっとね、あの今特集に敏感になってるから、ちょっとね考えながらやりますね。あ、チョレギって、あ、スーパーで売ってるんだ。まあ、ということでね、今日は、この辺で終了したいと思います。今日もね、本当に最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。失礼します。ありがとうございました。また明日もお願いします。失礼します。